で、摂食嚥下っていう言葉が、ちょっと専門用語なんですけど、要はまあ食べるとか飲み込むっていう意味です。で、食べ物を、まず目の前の食べ物を認識してから、口で食べ物を咀嚼して飲み込んで胃の中まで送り込むっていう一連の動作のことを摂食嚥下って言います。で、この食べる飲み込む機能っていうのは基本的に生後生まれてから学習して獲得する機能で、生まれつきみんなが持っている機能ではないって言われています。で、段階的な経験を積むことによる、後天的ですね、後天的な学習によって完成するって言われてます。で、従って咀嚼運動ですね、乳児から小児期での食べる経験の影響っていうのが極めて大きいって言われてます。ちなみに飲み込む機能、反射的にごっくんって出る機能あるじゃないですか。あの機能っていうのは何て言うんでしょう、胎児の時期から、羊水ですね、羊水をもう胎児の時期から飲み込んでると言われてるんですよ、自動的に。で、この摂食嚥下の基礎で誤記モデルっていうのがあるんですけども、これは通常自分たちが食べてる時の状態って外から見えないじゃないですか。なので、その方が本当に安全なのか、リスクがある状態なのか、やっぱりそうですね、外から見た状態から評価して判断することがとても大事になるかなと思います。で、この誤記モデルっていうのは、食べ物の、さっき言った摂食嚥下の流れがあるんですけど、それをあえてこの5段階に切って、それで理解しやすくしているっていうものです。で、このモデルは液体とか食べ物を、じゃあ今噛んでください、じゃあ今飲んでくださいって言って指示に合わせて飲み込むやり方がモデルになっています。で、5つに分けたその5段階のうちの最初の段階で、これ先行期っていう段階があります。で、ここでは目の前にある食べ物が何であってどれぐらい食べるかっていうのを判断する時期って言われてます。これは例えば昔梅干しを、皆さん梅干し当然知ってると思うので、梅干しを見た時に、これは昔食べて酸っぱかったとか、すごく好きなものだとか美味しかったっていう記憶とやっぱり照合して、それでそれに対して体が食べる準備をするっていう時期ですね。唾液が出やすくなったりとか、目の前におせんべいがあったら、硬いものが来るっていう記憶があるので、それに合わせてしっかり噛む準備をするとか、一口分も自分が食べられる量をこう口に入れていくっていう、そういうのを判断する時期ですね。はい。で、次が準備期っていうのがありまして、ここは食べ物を飲み込むための準備をする時期で、食べ物を口に入れて、それから咀嚼をして、食べ物を噛んで唾液と混ぜて、で、ベロの上に食塊っていうのは、食べやすくした塊ですね、唾液とかと混ざって、で、飲み込みやすくするまでの時期が準備期ですね。で、咀嚼によって飲み込みやすくなったものを喉にベロを使って運んでいく時期が口腔期です。で、ここはちょっと一番大事なんですけど、この咽頭期っていう時期がありまして、ここは、さっきの1から3番は自分の意図でコントロールできるところですね、意識してコントロールできるところで、ここからは反射ですね、自分でコントロールできないところです。で、ここで何が起こっているかっていいますと、まずベロを口の天井につけて、口の通り道がまず閉じます。で、今度は鼻と口の通り道が閉じます。で、今度は喉ですね、喉仏がごっくんって上に上がりますね、上がります。で、今度は気道に蓋をしますで、普段閉じている食道の入り口が開きます。こういったちょっと複雑な動きがあるんですけど、これがこの間だいたい 0.5 秒ぐらいでこれが完了しますね。かなり複雑な過程があります。で、それが終わりますと、あとは食道に食べ物を、食道から胃まで運ばれていくっていうところですね。